有名なの、結構有名なのって何ですかね。有名っていうか人気なのは、あ、それぞれですかね。あ、じゃあどうしようかな。じゃあラーメンと、ラーメンと、ね、あ、焼き飯お願いしますお願いします。よし、ごちそうさまでした、ね、この185線沿いにある、ね、喫茶店にやってきたわけなんですけど、ね、この目の前にね、ちょっと話ずれるんですけど、なんか橋のなんか土台みたいなのが見えますよね。でさっきねお店の人に聞いたら、なんかこの目の前に採石場が、奥にね採石場あって、まあなんかその関係のなんかものだっていう、このとこからなんかダンプカーとかが通ってたけど、なんかその採石場として危険なので、なんか認可されずに残ったなんか聞きましたけど、もしかしたらここに橋を建てる予定だったのかもしれません。はい、というわけで、お送りいたしましたけど、もうなんか田舎の喫茶店の
まあ、メニューっていう、まあ、感じですね。まあ値段もね600円とか、まあ、500円とかそういうあたりで、非常にあのここを通るビジネスマンとかにはいいのかなっていう感じで、ラーメンもねなんか美味しかったです。というわけでね、ぜひ皆さん興味ある方こっそり来てくださいというわけでありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。